白球高々と舞い上がり、マツダスタジアムのスタンドに消えていきました。見事な一発が飛び出しました。投手の好投に応えます。リプレイでご覧いただきましょう。ここで先制点が入りました。ホームランが出ています。バッターは6番ソヨギ。ワンアウトランナーありません。打ちました。センターに大きな打球。センター下がっていく、下がっていく。ご覧いただきましょう。見事な守備を見せてくれました。ファインプレー。バッターは7番堂林。ツーアウトランナーありません。打ちました。破りました。センター前。ツーアウトランナー一塁。8番バッター石原。今日は第1打席にヒットを放っています。インサイド落ちました。強い打球。センターに強い打球。センター下がっていく、下がっていく。センターオーバー。この打席もヒットを放ちます。2打席連続のツーベースヒット。バッターボックスは9番久本。最初の打席は三振に倒れました。これは外れています。2球目、これはどうだ。セカンド取って一塁アウトで3アウトチェンジです。この回カープ先制点を取っています。4回終わって2対0カープ先制です。5回に入ります。追いかけるタイガースの攻撃になります。バッターボックス新井。最初の打席は三振に倒れました。小宮山さん、回は5回です。この5回というのはピッチャーとしてやはり一区切りになりますよね。そうですね、余計なこと考えがちになるイニングですからね。見逃し三振。まず一つアウトを取りました。打席には6番バッター今成。まずは先頭バッターを三振に仕留めています。2球目打ちました。堂林。ワンアウトからランナーが出塁します。ワンアウトからランナー出塁しました。ワンアウトランナー一塁となりました。ヒットでランナー一塁になっています。ファウルになります。際どいところへ決めてきます。ストライクを先行させていきます。空振り三振。ツーアウトになっています。バッターボックスは8番藤井。最初の打席でヒットを放っています。初球空振りです。次のボールがまだ50球目です。打ちました。一塁送球。一塁アウトで3アウトチェンジです。ランナー出しましたが得点0点に抑えました。5回の表終わって2対0タイガース無得点です。5回の裏カープ打順よく1番から始まります。打順は1番菊池。今日はまだヒットがありません。フルスイング。ショートの横抜けた。ヒットになりました。追加点のランナーノーアウトから塁に出していきます。ここは盗塁も考えられます。引っ張った。一二塁間を破る。ヒットになりました。マルチ安打となるヒットが出ました。クリーンナップに入ります。3番ルイス。ヒットが出れば猛打賞です。ヒットでランナーは二塁一塁となっています。引っ張った。転がって抜けていきました。これで3打席連続のヒット。4番に打順が回ります。バッターエルドレッド。今日はまだヒットがありません。これは外れています。
打った、打球は左中間へ、ライナー性の当たり、ヒットになった。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う。サードランナーがホームに帰ってきました。タイムリーツーベースヒット、追加点が入りました。カープ4対0。ご覧いただきましょう、見事なバッティング、ツーベースヒット、タイムリーになっています。これは勝利に近づく追加点になったと言えるでしょう。5番に回ります。バッター栗原、前の打席ではツーランホームランを放っています。打ちました、センターに大きな打球、高い打球、センターの頭上、ぐんぐん打球伸びて、打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。サードランナーホームイン、そしてセカンドランナーも三塁回って今ホームイン、追加点が入りました。カープ6対0になりました。点差がついた中でのリリーフ投入ということになりました。バッターボックスは6番そよぎ、今日はまだヒットがありません。打ちました、一塁送球します、アウト、ワンアウト、ワンアウトランナー三塁となりました。バッター堂林、前の打席ではヒットを放っています。ちょっとすっぽ抜けた感じです。フルスイング、これはどうだ、ワンバウンドヒットになりました。一塁蹴って二塁に向かう、この打席もヒットを放ちます。タイムリーツーベースヒット、追加点が入りました。カープ7対0。バッターボックスは8番石原、今日は2打席連続となるヒットを打っています。叩きつけるバッティング、一塁送球、ツーアウトになりました。ツーアウトランナー三塁と変わっています。バッターボックス久本、今日はまだヒットがありません。打ちました、難しいバウンド、一塁送球、一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回得点が入りました。この回カープ連打連打、打者一巡の猛攻で得点を挙げています。5回終わって7対0、カープ大量リードしています。配球表をご覧いただいています。今日はストライク先行の投球です。ここで代打です。バッター坂西さん、この場面いかがご覧になりますか。まあここはねしっかり守りたいですよ。久本、この回も当然マウンドに上がります。1球目は空振りです。インコース決まりました。2球で追い込まれました。フォーク外れました。変化球空振り、ワンアウトです。バッターボックスは1番西岡、先ほどは三振でした。最初は見ていきます、低め決まっています。2球で追い込んできました。変化球空振り、バッターは2番山、今日はまだヒットがありません。マウンドの先発ピッチャー久本、アウトコース空振りです。ノーボールツーストライクと追い込まれています。打ちました、変化球に泳いだ当たりは取りました、アウト、三者凡退に終わっています。6回の表終わって7対0、タイガース無得点です。点差がついた中でのリリーフ投入ということになりました。6回の裏、カープ打順よく1番から始まります。バッターボックスには1番菊池、先ほどの打席でヒットを放っています。ファウルです。真ん中へ、2球で追い込んできました。打
ちました。ファールボール。うまくさばいて一塁アウト。打席には2番バッター丸。先ほどはヒットを放っています。ストレートを打ち返しましたが一塁そのまま入ってアウト。打席には3番バッタールイス。今日は3打席連続となるヒット。初球空振りです。変化球に手を出していきましたが一塁アウトで3アウトチェンジです。三者凡退に終わっています。6回終わって7対0カープ無得点です。ゲームは7回の表です。タイガース打順よくクリーンナップから始まります。バッターボックスには3番鳥谷。今日はまだヒットがありません。小宮山さん、ここまで無失点と快調に飛ばしてますね。やはり点差はピッチン。変化球空振り。まず一つアウトを取りました。ここで審判が一度試合を止めます。雨が強くなってきたということで内野陣外野陣そしてバッターボックスのバッターも下げて今両軍ベンチに下がっていきます。さあどうなるでしょうか。依然雨足が強くなっています。さあ審判団が雨の状況を確認してまだ雨が強い中ですが審判団出てきました。やはりこの段階で試合を止めるということになりました。雨天これでコールドです。本日は雨天コールドゲームではありますが勝利という形で終わりました。点数はご覧のようになっています。今日の解説は小宮山悟さん西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで失礼いたします。